さんこんにちは、下沼さでございます。はい、まあいいや、とりあえずですね、いつも YouTube など見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちら、ババン、ガルボミニのですキャラメル131円でございます。これはねファミリーマートさんで購入いたしましたね。ですね、あんまり、あ、これ新発売だったんじゃなかったかな、あ、期間限定だったからかな。ということで開けてみたいと思います。開いた、ちょっとすごいキャラメルの香りをもうすでにしていますけど、こんな感じですね。はい、ということで早速いただいてみたいと思います。あ、口はこっちだった。はい、導入、あ、違う、入場。あ、さっくりさっくりしっとりの、あ、これうまい。食感がうまい。まずはなんつったらいいかな、バリバリ感じないんですよね。しっとりが固まってサクみたいな、しっとりなんだけど固まってるからサクみたいな、わかりますかね。わかんないね。あのね、チョコレートあるじゃないですか、板チョコ。板チョコはパリッなんですけど、板チョコの中に、細かなですね空洞があったと しましょう。大きな空洞じゃなくて細かな空洞。そうすると食感的にはパリなんだけれども、あのバリバリいく感じじゃなくて、空洞があることによって口の中でさっくりくるじゃないですか、しっとりというか。わかりますかね、そういう感じですね。ちょっとわかんない。はい、わかんない人は買ってみましょうね。うまいことつなぎましたね、うまいことつなぎましたね。はい、うまい、うまい、あ、サカハだったね。ホワイトチョコなんだね。うまい、期間限定。はい、おいしゅうございました。ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのはファミリーマートさんで購入させていただきました、期間限定ホワイトチョコ、染み込む明治の、ガルボミニ、コクうまキャラメルがございました。ありがとうございました。すべての神々この指に参る。そっぽらこちら。